ベルーガは野生では魚、エビ、フルファーなど
冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガに、ホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど、1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館でご来館いただき、誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガがご案内申し上げます。名古屋港水族館は8時に閉館をいたします。北館と南館の連絡通路は、まもなく7時30分に閉鎖いたします。皆様、どうぞご了承ください。繰り返しご案内申し上げます。名古屋港水族館は8時に閉館いたします。北館と南館の連絡通路は、まもなく7時30分に閉鎖いたします。皆様、どうぞご了承ください。生まれたばかりのベルーガは、May I have attention, please?The walkway between the north and south building will be frozen smoothly. When you visit the other side of the aquarium, please make your way there before the walkway closes. Thank you. Eel, Ika, Thank you.
20キロランナー
まして閉鎖いたします。なお名古屋港水族館は8時に閉館いたします。思い切って寝てるから、お伝えします。北側と南側の連続通路はこれをもちまして閉鎖いたします。なお名古屋港水族館は8時に閉館いたします。May I have attention, please? The walkway between the North and South Building is now closed. Also, the attention will be frozen at 8 o'clock. Thank you.おばあちゃん。
子の写真撮りに行こうじゃん。まあ、落としちゃうからママ持ってるね。15kg から20kg の餌を与えています。
長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。
ありがとうございます。ご案内申し上げます。名古屋港水族館はまもなく8時に閉館いたします。お出口は北館2階、南館1階の2カ所です。北館出口外にあるミュージアムショップは8時15分まで営業しております。なお、当館横のフードコート、レストラン施設、ジェピーは9時まで営業しております。皆様どうぞご利用ください。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは4.5メートル、1.5トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは、濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ミシン、キュウイイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。